参加いただきありがとうございます。本日の演
MC を務めさせていただきます、小野寺みのりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは早速ですが、続いてのコーナーに入りたいと思います。事前に皆様よりいただいたご質問にアウリー春菜がお答えする質問コーナーです。それではここでご本人に登場していただきましょう。盛大な拍手をお願いいたします。はい、それでは今日は NG なしということでよろしいでしょうか。はい、できるだけお答えしたいと思います。はい、それでは早速質問に参りましょう。第1問、初舞台の時はどんなお気持ちでしたか？そうですね、初舞台は例年の時期よりも少し遅れてしまったので、舞台に立てた時はやっと立てたという喜びが一番大きかったと思います。はい、そうですよね。47期生の先輩方は震災の年に入学されたということで、デビューまでレッスン期間中何か大変なことなどはありましたか？そうですね、通常のレッスン場がなかなかこう使える状態ではなかったので、ハワイアンズの、男性寮の、会議室をお借りして、鏡も姿見一枚のところでレッスンをしていたのがとても今では懐かしい思い出です。その震災当時の貴重な体験となりましたよね。はい、ありがとうございます。それでは続いて第2問、お酒は飲まれますか？はい、ほぼ毎日いただいております。皆さんびっくりじゃないですか、ほぼ毎日飲んでらっしゃるそうです。特にどんな種類を飲んでるんですかね？そうですね、ビールとレモンサワーをよく飲みます。はい、レモンサワー私も大好きです。はい、ということはお酒お強いのでしょうか？強くはないと思うんですけれども、楽しむ程度に飲んでおります。はい、ありがとうございます。それでは最後となります第3問、今日はクリスマスイブということで、子供の頃のクリスマスの思い出は何かありますか？そうですね、クリスマスといえばプレゼントをもらえることがとても楽しみだと思うんですけれども、私もすごく楽しみで、夜窓の外を見ながらサンタさんが来るのを待ってた記憶があります。すごい可愛らしいエピソードじゃないですか。窓の外を見てるんですもんね。今日小さいお子様もたくさん見に来てらっしゃると思いますが、今日の夜サンタさん来るといいですね。楽しみですね。はい、ありがとうございます。それではこれで質問コーナーは終わらせていただきたいと思います。なかなか普段では聞けない質問もたくさん聞けたのではないでしょうか。いかがでしたか？緊張しましたね。踊るよりも緊張しました。なかなかこういう質問コーナーありませんもんね。そうですね、はい、それでは続いてのコーナーに参りましょう。続いては本日ラストダンスとなります。春菜さん、ご準備をお願いいたします。お願いいたします。はい、それではご準備よろしいでしょうか？はい、それではお願いいたします。Hey, you know, you're all my heart.
はい、ありがとうございます。春菜さんのソロのダンスとても感動的でしたよね。はい、それではここで皆様から温かいお言葉をいただきましたフラッグの贈呈式に移りたいと思います。はい、フラッグの登場です。はい、それでは皆さんにも見ていただきましょう。オープン。はい、たくさんの温かいコメントありがとうございます。ご飯が楽しみですが、たくさんたくさん書いていただいて本当にありがとうございます。それではここで春菜さんへの贈呈に移りたいと思います。とても手際よく畳んでいただいてありがとうございます。はい、それではせっかくなので前の真ん中の方でお願いいたします。それでは続いて第2問。
したら髪は切られますか？学院生からこのような質問が来ています。はい、切ろうかなと思っております。どのぐらいの長さとか考えていらっしゃるんですか？考えているんですけれども、それは次会った時、次というか、引退後会った時のお楽しみということで。とっても楽しみですね、学院生の皆さん。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、それではなんとここで皆様にも、はい、見ていただきましょう。秘密にしていましたがサプライズです。昼装の衣装の色と同じ花束の贈呈となります。春菜さんの赤は橋本先生です。はい、私からも恐縮ですが贈呈させていただきます。本日はありがとうございました。もう一度盛大な